キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、 NFT 入るタイミング間違えると含み損未知数というようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話がお好みというような方がいらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。 YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では本題の NFT入るタイミング間違えると含み損未知数というようなところでの話なんですが、私のこちらの番組はですね、仮想通貨のマイニングとかね、そちらの話とかもちょっとやってるんですけど、最近ね、iPhone アプリでも NFT 関連のねアプリとかも作ったりとかしておりましてですね、この、マイニングの方はですね、大暴落でも仕事量がいっぱい増えるんで、結構いっぱいイーサリアムとかね掘れたりするようなとこがあり、またイーサリアムの方はですね、プルーフオブワークからプルーフオブステークの方への変換がなんかうまくいかないみたいな感じなところもあるんで、まだまだね、プルーフオブワークでマイニングこうできるんじゃないかなみたいな、そんなようなところもありますが、ただ最近その NFT の方はですね、やっぱちょっと盛り上がりかけてきちゃってるかなというようなところがあるかなってなところ、私の iPhone アプリもですね、NFT が盛り上がってる時はいっぱいこうダウンロードしてくれたとこあったんですけど、最近はちょっとダウンロード数減っちゃったかなというようなところがありますよね。はい。とにかくこの流行に左右されやすいところはありますが、この、NFT ですね、皆さんね、もしやってたらね、今このタイミングでやってしまったら結構含み損抱えちゃってる人多いんじゃないかなというようなところがあって、それについて、どう対処したらいいのかなとか、そういうようなところとかこう一緒に考えさせていただければというようなところがあるんですけど、とにかくね、NFT はね、投資として考えるとやっぱちょっと怖いかなって感じはしますけど、私もですね、株とかね、仮想通貨とかは、いろいろ投資とかも結構手は出してますけど、不動産とかもね。ただこの NFT はね、本当こう未知数なんですよね。何が未知数かっていうと、その自分がどれくらい今含み損抱えているのかっていうのがよく分かんなくなっちゃうんですよね。はい。で、特にね、素人の方がこうやってしまったりするとですね、本当になんかね、精神論になってくるようなとこがあるんで、どんだけ含み損抱えても、よく分かんないからずっと持ち続けちゃうみたいなね、そういうようなところに陥ったりするようなとこがあるんで、この辺がね、やっぱ投資として見ると怖いかなっていうようなとこがありますよね。はい。よく NFT アート作品の購入みたいなものみたいな感じでこう言われたりとか、いうところもありますけど、そのね、最たるその技術の部分はブロックチェーンなんでね、これも投資は投資なんで、その目線でもね、やっぱ見とかないといけないかなというようなところですよね。はい。自分がね、どこぐらいの価格で、レート円安とか円高とかその辺のレートをよく考えて、どのぐらいの価格で買ったかなっていうようなところをどこかにね、メモでもして残しとかない限りはですね、とんでもなくね、含み損を抱えるまで持ち込んでしまう可能性もありますよね。本当にこう売ってみたらね、二足三文にしかならなかったとか、そういうのもようなことにも なりかねないんでね、この辺はね、やっぱちょっと怖いかなっていうようなところはありますかね。はい。ちなみに私もですね、日本初のね NFT で、2つほどね応援してた、ところあったんですけど、これからこう買ってみようかなって思った矢先でね、大暴落、ちょっと初めて仮想通貨がね、全体的にもう ビットコインとかね、本当に崖から転げ落ちるような感じでね、今大暴落来てますけど、で、それでね、まずビットコインとかイーサリアム買ってみようかなと思っても、少なくともね、この円安の最中、円では買えないかなというようなところがありますよね。まずこの、円でちょっと買おうと思ったんですけど、想定以上に、やっぱ価格がね、まだやっぱ高いんですよね。昔私が仮想通貨買ってた頃なんてのは、円が1ドルね、100円とか、そんぐらいのもんだったんですよ。それ今ね、130円なんでね、その辺からちょっと見ても、かなりちょっと割高感にこう思えてしまうところがあるんですよね。はい。もしね、円で
これからちょっと仮想通貨買うとしたらなんですけど、来年ぐらいになってくるのかな、黒田さんが引退して、それで金融緩和の引き締めとか、そういうようなものを、まあ日本がね全体的にこうそれ動き出して、一気にこう円高にね、落ちる、まあ来年ぐらいね、やっぱ結構な円高が来ると思うんですよね。黒田さんがね完全にこのアクセル今踏んでるようなとこありますけど、あのアクセルね、やっぱそのどこかでアメリカみたいにこうブレーキかけなきゃいけないようなとこが来るんで、その時はとんでもなくね円高に来そうな感じもするんですよね。あと1年待ったらなんですけど、だからそれぐらいになってからじゃないと円で仮想通貨はちょっと買えないかなっていうようなところですかね。まあ買うとしたらですけど、ドルで入れ込んでおいたやつだとかステーブルコインとかね、そこら辺からこう動かしてイーサリアムとかね、その辺ちょっと買いに行くっていうようなことはもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあもちろんね、マイニングで、イーサリアムはどんどん掘っていくっていうのはありますけど、あれはね、ノーリスクでどんどん掘れるんでね、はい、まあその辺は趣味でやってますけど、まあとにかくね、今、円でね、仮想通貨買うのは結構リスクだと思うんで、無理してね、落ちるナイフ拾いに行くのはね、ちょっとやめた方がいいんじゃないかなっていうような局面ですよね。もう少し待ってね、こういうような局面ね、そこね、狙いたくなっちゃうんですけどね、そういうようなものの衝動をこうとぐっとこらえてね、まあそういうような感じで仮想通貨とはちょっと向き合ってた方がいいんじゃないかなというふうにこう感じてるようなとこがあります。で、NFT 関連なんかで言うならばもっとそうですよね。ここは今ねすっごい慎重になった方がいいかなっていうようなところですかね。まあ、結構私の応援してたね DAO の企画の NFT 関連のねプロジェクトとかその辺ちょっと見てみますとですね、結構ね入っちゃった人がねちょっと不気味な感じになってきてるかなっていうようなところがするんですよね。まあいわゆる心理学でいうコミットメントと一貫性の法則っていうのがあるんですけど、そうなんですよ、一回ねこう踏み込んじゃうとねやたらね応援したくマインドにとらわれちゃうんですよね。はい、なんかある意味ちょっと洗脳されたようなそんなような感じになって、なんかそれ界隈のね界隈の、SNS とかちょっと拝見させてもらうとですね、こんなね仮想通貨大暴落してるような時でもですね、なんか狂ったようにね自分の買った NFT がなんか素晴らしいみたいな、そんなような感じでね、なんかそんなような感じでちょ応援のこうメッセージがいろいろ投稿されてるのが逆にちょっと不気味に思えちゃったりするようなとこがあって、まあ、これちょっとかわいそうかなって思えたりするようなとこがあるんですよね。なんかね変なブログとかそういうのを解説して今 NFT お金儲かります的なそんなような投稿とかやられてる方とかも結構いたりして、この辺がちょっとでやっぱそう頭がね少しちょっと狂ってきちゃったかなっていうような感じ、ちょっと私の個人的なね意見なんですけど、これ一回ねやっぱ NFT っていうのを買ってしまうともうそれを応援せざるを得ないような半ばこう洗脳的な、ね、マインドになっちゃうのかなっていうようなところを、まあ、すごくこう今感じてます。まあ、この辺のマインドとの変更とかはね、その辺はその辺の SNS 界隈の方のそのコメントとか見て、もしね、NFT とかまだちょっと購入されてないというかそういうような方いらっしゃったら、まあ、その辺の動きとかちょっとよく見といた方がいいかもしれないですかね。本当にねその辺もやっぱちょっと NFT の怖いところかなっていうようなところですよね。こう大暴落が来ても応援せざるを得ないようなマインドになっちゃうっていうのはね、まあこれも少しちょっと怖いですよね。はい、で NFT のねやっぱ一番怖いのがやっぱメンタル来るところもそうなんですけど、仮想通貨とか株であれば一つねこういう暴落時にリスクヘッジとしてこの難品っていうのができるんですよね。でこれがね NFT できないっていうのもねやっぱちょっとまあ難しい、先物としては難しいかなっていうようなところですよね。暴落した時にこの難品っていうのはですね、先物がこう価格が暴落して、そこで、ね、つきそうな時にさらにこう買い増していくっていうような行為なんですけど、まあ、それによって自分の損失をこう薄めていくっていう作業になんですね。でこの NFT はですねそれができないんですよ。難品ができない。 NFT はブロックチェーン一つ一つがこう作品になってるようなところなんで、買い増して薄めるができないんですよね。でこれが、まあ、何を言うかっていうようなところなんですけど、そうなんですよね。大体ねこういう大暴落の時にこう助けてくれるクジラみたいなのがいいんですけど、そういうものが現れないっていうことを意味するんですよね。大暴落でそこのを一気に買ってくれるような人たち、それはNFT の一つ一つが作品になっちゃってるんで、そこで、ね、一気に拾ってくれるっていう人がなかなかこう出てこないんですよね。でそうなってくるとですね、難ピナーが出てこないっていうことなんで、そこで止めてくれる人がいないんで、そこら辺もやっぱちょっと怖いところなんですよ。だから NFT ってのはですね、
投資目線で見るんだったら、立ち上げ当初に買って上昇圧の時に一気に売り逃げるか、まあ、もしくはもう本当に底根をついて底根の底のあたりでちょこっと拾うが、まあ、その2択しかないかなというようなところですよね。少なくともみんなが盛り上がってる時に手出しちゃいけないっていうようなところですよね。これはまあ一つ間違いないかなというようなところですかね。はい。まあのステップンとかね、結構歩いて仮想通貨もらえたりするようなところがあるんで、技術的にね面白いかなと思って、あの個人的に見てたところあるんですけど、やっぱこの暴落時ね、この時には NFT はちょっと触れないかなというようなところで、まあ一つね、まあこういう、プロジェクトとかとこう関わっていく上ではですね、まあの一つこの、まあ、投資目線でもこういうものはちょっと見ていかなければいけないかなというようなところで、本日このように投稿させていただきました。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。